揚げないミートボールでクリスマスツリー。はい、ミートボールっていうと皆さん揚げなきゃいけない、うん、油を使って揚げなきゃいけないと思ってると思うんですけれども、はい、今日は揚げずにミートボールを作りたいと思います、うん、周りにどうしても揚げたくないっていう人が多いんですよ。いや、私もできれば揚げたくないですよ。その方がたくさん食べられますからね、はい、揚げずに簡単に作れるミートボール考えてきましたよ。でクリスマスが近いということでお好みの、野菜を使ってでね、ツリーにしてみたらどうかなということで可愛い飾り付けもしてみました。出来上がりも気になるところですが、うん、まずは材料から見ていきましょう、はい、こちらです。材料は4人分です。合いびき肉 250g、 玉ねぎ2分の1玉、人参1/4本、卵1個、塩小さじ1/2、胡椒少々、片栗粉大さじ1、トマトケチャップ大さじ3、ウスターソース大さじ1、濃い口醤油は小さじ1となっています。それでは作り方も先生よろしくお願いします。はい、作っていきますよ。ミンチに野菜を加えていくんですけれども、うん、まず玉ねぎと人参はみじん切りにしてくださいね、はい、でハンバーグに入れる時のみじん切りよりも細かく切ってもらった方が仕上がりが綺麗だと思います。ボウルに合いびき肉 250g、 そして刻んだ玉ねぎ、人参、そして卵、塩、コショウ、それから片栗粉が大さじ1入ります、はい、ボウルの中に入れてよく混ぜてくださいね、うん、さあ混ぜたものがこちらです。しっかりと混ぜてください、はい、そしたらこのまんま、うん、ここまでは多分普通のミートボールとそんなに変わらないと思います、はい、そうですね、パン粉入れる方もいますけれども、うん、私は片栗粉でいきたいと思います、はい、一口大の大きさに丸めてください。ミートボールですからね。これを茹でていきます。茹でるんですか。はい、茹でます。揚げずに茹でます。フライパン、できたら小さめのフライパンがおすすめですね。小さめのフライパンにお湯を熱してもらって、このお湯も茹でるお湯も少なめがおすすめです。ほう、はい、この中にどんどん入れていきますよ。ちょっとミートボールが半身浴してるみたいな感じですね。そう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 、半分よりちょっと少ないぐらいですかね、うんうん、足湯ぐらいですかね。足湯ぐらい、はい、なるほど。これいいんですか。こう上の方はこの赤いままですけれども、はい、大丈夫です。これでね、だいたいこの大きさで12個ぐらいミートボールができるかと思います、うん、12個しっかりと作ってもらって、はい、お湯の中で足湯させてあげてくださいね。なんかのぼせちゃいそうですけどね。はい、12個並べた状態にしてもらってから、うん、ここから表が2分、はい、そして2分経ったらひっくり返してミートボールひっくり返してさらに2分茹でてください、うん、はい、茹でたものがこちらです。おお、じゃあこうやってぎっちりになるぐらい小さめのお鍋にフライパンに入れてもらう。でなるべく触らずに一回こうやってひっくり返すだけにしてくださいね、はい、さあここから、うん、トマトケチャップ、そしてウスターソース、濃い口醤油を合わせます、はい、合わせたものをこの中に入れていきますよ、うん、あれ先生、煮汁はこのままでいいんですか。はい、煮汁このままです。この煮汁がなくなるまで煮込むので、茹で汁少なめがおすすめなんですね。そういうことだったんですね、はい、あとはコロコロしながら、うん、煮汁がなくなるまで煮詰めていただきたいと思います。だんだんね、ミートボールになってきますよ、うん、今ね、つみれみたいな感じですけどね、はい、大丈夫。こんな感じで煮詰めていくとミートボールになっていきますね。で今日はクリスマス前ということでブロッコリー、カリフラワー、トマトと一緒にツリーにしてあります、はい、お子さんと一緒にクリスマス楽しんでみてはいかがでしょうか。